が、熱弁、比較する必要がないんだ。ドジャース、大谷翔平投手とヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手のどちらが優れているのか、巷で起きている最強選手論争に対し、ムーキー・ベッツ内野手が、フェアな質問ではないと思う。どちらが優れているかを比較する必要はないと苦言を呈している。ベッツは、米専門メディア、ブリーチャーレポートの野球アカウント、BR ウォークオフのポッドキャスト番組に出演し、見解を述べた。この前、聞かれたんだ。翔平が50から50を達成し、ジャッジがア・リーグ最多塁打記録を更新したら、どちらがより優れたシーズンだったと言えるかってねと、切り出すと、質問は理解できるけど、フェアな質問ではないと思う。なぜなら、両者は同じ世界線で起きることが可能だ。どちらが優れているかを比較する必要はないと断言した。両者の偉大さに感謝するべきだ。僕たちはこれをまた見られるのか。ショーが、ジャッジが、ボビー、ウィット・ジュニアが、他の選手がやってることを。つまり、非現実的なんだよ、とベッツ。この人がいい、こっちの選手の方がいいっていろいろ言うけど、僕たちは感謝すべきなんだ。それがクールだろ。感謝して、拍手を送る。言ってることがわかるかい？僕たちはいつも誰かを競い合わせて比較する必要がないんだと続けた。29日、日時間30日の試合を終えて、大谷は131試合に出場して打率.292、42塁打、95打点、オプス.990、42盗塁をマーク。史上2人目の42から42を記録し、史上初の50から50も射程圏に捉えている。一方でジャッジは打率.333、51塁打、123打点、オプス.198。2022年に打ち立てたア・リーグ記録の62塁打を更新するペースで打ちまくっている。同年に大谷は史上初の規定投球回&規定打席の偉業を成し遂げたが、ジャッジの前に MVP 投票では敗戦。以降はファンの間でライバルとして両者は認識されるようになり、比較されることが増えている。共に歴史を作り、塗り替えてきた偉大な選手。ベッツは両者へのリスペクトを熱弁した。フルカウント編集部。